毎日ポジメ。はい、ポジメ期18年スーパーポジメ神社福井でございます。さあ、今日の話なんですけども、今日はですね、私スーパーポジメティーチャー福地、自分の体のメンテナンス期間に入りたいと思います。これどういうことかといったらですね、まあ至って、健康なんですけども、まあこういう至って健康な時にほどですね、もしかしたら知らないうちにですね、いろんな疲労が溜まってる可能性があると。まあそれをですね、一回メンテナンスするというですね、期間をですね、ちょっと設けたいなと思います。まあ普段ね、目まぐるしくいろんなことをしているので、やっぱり自分が気づかないうちにもしかしたらこうどこかね、ガタが来てするところもある可能性がある。なのでそれをですね、まあ一つずつ一つずつですね、体に聞いてみて、実際にですね、ちゃんとマッサージを受けたりとか、実際にちょっと病院で健康診断してみたりとか、まあ1年に1回はしてるんですけども、まあちょうど健康診断してからですね、もう半年ぐらい経ってるんで、まあここで一旦もう1回ですね、ちょっとメンテナンスをかけた方がいいんじゃないかな。まあ自分の年齢もね、もう今年42の年になるので、まあこういうメンテナンスの期間をちょいちょい設けていかないと、昔のようにね、やっていて急にガタが来てしまったら大変ですし、その来る前に動く、来る前に先にメンテナンスをしておく、これすごく僕は重要だと思ってます。自分がですね、今ママチャリ、自分が乗ってる自転車、これもですね、1ヶ月に1回必ずメンテナンスをしてるんですよ。何にもなかったとしても、まあ、そこで空気を、タイヤの空気を入れてもらったり、油をさしてもらったり、その自転車、本当のプロフェッショナルの自転車屋さんに今の自転車が大丈夫なのかどうなのかっていうのを、普通に乗れてるし普通に別に問題ないけども、メンテナンスすることによって大丈夫ですと言ってもらえれば安心して僕も乗れますよね。まあ、この僕の体もそうなんですよ。自分が脳ではね大丈夫と思っていても、もしかしたら体のどこかで悲鳴を上げてる可能性がある。そういう時はあえてね、健康な状態でもメンテナンスをかけるっていうのは非常に僕は大切なことだと思ってます。今はね、こうやって健康でいられるのもですね、僕がメンテナンスを日々ですね、ちゃんと自分で意図的に組み入れてるからだとも思ってます。なのでですね、ちょっとウーバーもお休みをして、でいろんなルーティンもですね、一旦ちょっと少し止めて、まず頭をクリアにする。頭の中もですね、常に動き続け過ぎてもね、逆に危ないので、頭の中も一回ちょっとクリアにして、まあ、そういう期間をですね、まあ、この2月の後半は持って、そしてまた再度ね、メンテナンス終わったら3月からですね、少しずつまたルーティンを増やしていこうかなと、増やすというか今までやってたのを少しずつまあ再開していこうかなと思うので、ちょっとメンテナンスのね、期間に入るということを今回はお知らせさせていただきました。ただこの毎日ポジブはちゃんと毎日送りますので、そこは安心してください。ということで、以上スーパーボディティーチャーがメンテナンス期間に入るという話でした。ぜひとも皆さんもね、健康な時ほどメンテナンスを心がけている意識を持っていただいて、みんなで健康で長生きしましょう。以上、毎日ポジブ、ご視聴ありがとうございました。